カンムリズルは、長高ツルモクツルかカンムリズル属に分類される、鳥類。エチオピア、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、スーダン、セネガル、チャド、ニジェール、マリ共和国、南スーダン、モーリタニア。ナイジェリアでは絶滅。全長95センチメートル。全身は、海国色。上を服と顔う服は白く、内側の大雨服は、炭鉱色。 初列キりと外側2枚の自列キりは黒く、自列キりと三列キりは赤葛色。禁煙種のロカンブリズルに似るが、もっと黒みが強く、頬は赤い。交際は白い。顔に羽毛がないらし粒があり、上半分は白、下半分はピンク色。喉に赤やピンクの肉水がある。卵は単性色で半紋が入らない。若鳥は、 頭部や頸部、片羽が褐色味を帯びる。肝羽もあまり発達せず、顔のらし粒にピンク色の羽毛が生えている。以下の分類、分布は IOC ワールドバードリストに従う。ベリリカペイボニナペイボニナ、ガンビアセネガルからチャドにかけて、ベリリカペイボニナサシリミッチェル、1904チャドから、エチオピアウガンダ北部、ケニア北部にかけて湿地に生息するが、川辺や、 河川の中洲で見られることもある。非繁殖期には50から100羽の群れを形成するが、数羽の実の群れを形成することもある。総本、種子、昆虫、軟体動物、魚類、爬虫類などを食べる。主に工作地で採食を行う。繁殖様式は乱生。湿地に巣を作り、2から3個の卵を産む。放卵期間は28から31日。 禁煙種のホウジロカンムリズルと共に、木の枝に止まることのできる数少ない鶴の仲間。湿地や草地を生息域とし、批判食期には数百羽もの大群を作ることがある。穀物の種子やカエルなどの小動物、昆虫を食べる。大型動物が草むらを歩いた時に驚いて、飛び出した虫を捕らえたり、自ら足でヤブをかき回して追い出した虫を捕まえることもある。 草地で足踏みして飛び出てきたバッタ類を捕食することから農耕地で使用されバッタ類やヘビ類を追い出すために利用されることもある。頭部や翼などが伝統的に薬用になると信じられている。農作物を食害する害鳥とみなされることもある。農地開発や花放木、湿地の排水による生息地の破壊、ダム建設による干ばつ、石油採掘による影響。 農薬による中毒、薬用や取引用の狩猟及び採取などにより生息数は減少している。1985年に鶴鹿単位でワシントン条約付属書通に掲載されている。元アッシュの1985年における生息数は1万5千から20、000は2004年における生息数は約1万5千羽と推定されている。ありがとうございます。